国道197号沿い大西駅と坂の市駅の間にあるのがこの海の駅大西です。海産物があるんでしょうね。ようこそ、いらっしゃいませ。やっぱり海の駅って名前がついてるだけあって、まず大漁旗があるんですね。そうなんですよ。もう開店の時はずらっとこの周りが大漁旗でいっぱいでした。海の駅ですけど、まず目の前に野菜なんですね。そうなんですよ。まず野菜なんです。はい。というか石本さん、大きいですね。え、この大根1本100円なんですか？そうなんですよ。こんな大きいんですか？そうなんです。それ以外にも大きい野菜がたくさんありますね。はい、大きいだけじゃなくてお味もよろしいんですよ。うわー、いいですね。でしかもこの辺りに来るとニンニクとかお米もあるんですね。はい、お米はクスのお米を用意してございます。あ、今まだ新米が楽しめる時期なんですね。そうなんですよね。献上米ですので皆さんぜひ。いろいろ今美味しいってことで話題になってますもんね。そうなんですね。大分県ではやっぱり呼び寄りですね。海の駅ならではのお惣菜もあります。お惣菜のラインナップは日替わりですが、お米はすべてクスのお米を使っているんです。おみかんも詰め放題で今皆さんに楽しんでいただいてますのよ。え、うそん、あそこの値札見てびっくりしました。みかん詰め放題、専用袋1袋につき、はい、350円。そうなんです。美味しいおみかんの方用意しております。ちょっとやってみていいですか？はい、どうぞどうぞ。このカゴの中に入れさせてもらいますね。そうです、どうぞ。ありがとうございます。1、2、最初に入れるのはね、少し小さめがよろしいんですよ。4、5、はい、16。こっちに入れた方がいいかな。あ、石本さんアシストがあるんですね。はい、ございます。はい、どうぞどうぞ。はい、おまけです。23です。どうぞどうぞ。ありがとうございます。これも入ってるっていうか乗せてるですね。本当にギリギリ、すいません、ギリギリすぎてカメラの方向けないです。ギリギリ。重たい、すごい。あと2つどうぞ。そんなサービスが。ありがとうございます。温かいお店ですね。もちろん海の海産物も、関アジ、関サバなど地元大分の魚を購入することができます。冷凍の黒目なども種類豊富。中でも人気なのがこちらのじゃこ天。オープンと同時に売り切れる時もあるそうです。もうその時に一番皆さんに美味しく召し上がっていただけるものを揃えていこうと思っておりますので。お野菜もそうですし、いろんな旬のものが幅広くこのお店には並んでます。まさしくキーワード通り広い店ですね。ありがとうございます。皆さんに喜んでいただけますように頑張っていきたいと思っております。今回紹介した海産物、みかん、野菜など仕入れによってない場合もあります。一度電話で確認してみてください。海の駅でした。